イタリアンマーケット。はい、今日はイタリアンマーケットに来ました。ここから左側がイタリアンマーケットなんですけど、入り口にはですね、オープンな感じの生鮮食料品屋さんですかね。私たちはパスタに目をつけました。 1.5 ドル、ちょっと安いんですかね。普通だったら2ドルぐらいすると思うんですけど、早速購入いたしまして、それで進んでいきますと、まず右手に魚介類屋さんですね。やっぱりイタリア料理って魚介類ですかね。あとは延々と続くフルーツ、そして野菜の青空市みたいな感じですね。今来たのが、土曜日の午後ですけど、こんな売れ残っててもいいのかな。あとやっぱり肉屋さんですね、多いのが。海側肉屋さんなんですけど、それでまた今度、魚介類屋さんですね。やっぱりイタリア料理っていうと魚介類と、やっぱり野菜と果物なんですかね。また延々と果物の青空市が続きます。そしてまた、肉屋さんですね。ここにあのイタリアンソーセージがあります。イタリアンソーセージ美味しそうですね。はい、この辺で。